はい、暑い。このセミの音を聞けば分かると思うんですけどね、めっちゃ暑いんですよ。で、とりあえずですね、準備をするんですけど、まず外して。サーキュレーターと蚊取り線香と蚊取り線香ダブルでちょっと相変わらず声小さくなっちゃいますけどね、もうこれで蚊の厚さはちょっと柔らかくなるって感じ。これはね、お弁当運ぶときに使う自作の箱、なんていうの、保冷マットですね。あ、そうで、これ映したっけ、映したよね。あ、ちょっとバラバラになっちゃったけど、形っていうかサイズに分けて作ったっていうやつね。こんな感じ。暑いっすね。いやーね、ちょっと外でやろうと思ったんだけど、ちょっとね、暑くてもうダメ。下準備だけね、家の中でやろうと思います。で、今回は今ちょっと半分来ちゃったんだけど、すでに。で、新しく5枚買いました。で、1枚はだいたい500円ぐらいかな。なんで2500円、まあ3000分ぐらいのやつを使って、もう貼れるだけ貼っていこうと思います。天井はもうね、もういいやって感じなんで、それでちょっとやっていこうかなと思ってます。あとサイズがね、以上言っとくと、500×300 かな、300ですね。 500×300 の、ああ大変で、いろんなサイズに切ってみたんですね。こんな感じで、これが一番幅広で中くらい細いみたいな、用途用途によってね、使う場所が結構変わってくるじゃないですか。例えば質のね、こう筋が入ってたじゃないですか、補強のために。それにこう筋の間に入れるためにこう細いのを作ってみたりとか、あとまあその細いところにこう入ればこのサイズを入れてもいいんだけど、それが入んなかったら、まあ確認しろって話なんだけど、まあちょっと細いのを一応作って、まあいろんなとこ対応できるようにしたんだけど、太いのはねちょっと、まあ、間違えたってのもあるんだけど、あんまり作んなかったです。一番基本的にはこっちのやつを作ってるんだけど、これが25で切って、さっきまでねずっとメジャーなのか使わなかったんだけど、一応ね一応でさらに半分にすると。でこっからなんだけど、この大きさにするには6枚分なんですよね。6等分、
になるんですよ、カットなのね。だから簡単なのは真ん中でカットしちゃって、真ん中でカットして3等分を豆剣刀で切っちゃうという感じなんですが、大体ですよ、もうほんと大剣でやっちゃえば、もう3分の1もね、意外とこの半分で切るのは楽だけど、3分の1もね、ここで、あと2等分できるなって感じの風に見とけば結構いい感じに3等分できる。まあ適当なんでね相変わらず。これね、ハサミで切ってんだけど、ハサミがもうこれダメね、ゴムがついちゃって粘着がね。だからハサミも後でこうクリーナーとかで落とせるとは思うんだけど。で次にこっちのサイズね、細いサイズ、これはね7本なんですよね、7等分。だからまあこれぐらいとして、あとはここから半分なんで、半分でしょ、ちゃんとやるか、半分の半分半分ですよ。っていう感じにやってたんだけど、もう僕はもう大体ね、あ、これぐらいの房かなって感じでこうカットしちゃって、この大きさ作ってで、まあ、これの半分、まあ、これ筋入ってるから分かりやすいんだけど、この、まあ、半分ぐらいかなっていうので切っちゃって、でこれもまた半分で切ると、そうすると7等分で切るよっていう感じかな。ただこの幅に合わせたところってそんなに多くないと思うんで、まあ切っちゃったけどね切ってから言うなって感じだけど、その枚数、自分にこう必要な枚数っていうのが分かんないじゃないですか、どれだけ買ったらいいのっていう感じだから、僕が今この6枚分をカットしてやった分でどれぐらいのところが貼れるのかっていうのがね、分かれば参考になるかなっていうのもあるんですけどね。まあそれはちょっとエブリィの 17V に限ったことにはなると思うんだけど、よし、こんなもんかな。で、あとこれ、よし、よし、これで終わった。で、こんな感じですね。ちょっと切れ子っていうか分かります？これこういうところにこう切れたやつが残ってるんですけど、こういうのね結構刺されやすいんですよね、指にね、まあ、指とかもいろんなところに。だからなんか養生してやった方がいいですね。こんな風にね日陰に切ってるけど結構案外揃ってるっていうね見ねえか。はい、参考までなんですけど、125×50 のタイプが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,90枚、90枚で、こっちの35×120 になってるということ、それが、1,2,3,4と5枚、45枚で、こっちの60、まあ125の60、60幅の方やつが10枚で、それの半分のやつね、60の75ってやつが16枚ということになります。なんかこういう絵面見てると、なんかあのコインじゃねえ、10円玉とか、なんか5円玉のこうなんかやってたやつを思い出す
しばらくやってないっていうか、もうなんか全然もうないんだけど、あれから全然ね、あの筆棒とかね全く手に入ってないです、残念ながら。まあいいや。ということで、まあ、参考までにですね、枚数どれぐらいになったよって、こう、300×500 のやつが大体これぐらいの量になりますよっていうところです。撮影してからね、なんだかんやで、なんやかんやで3日ぐらい経ってるんですよね。これ作ってからね、もうバテバテでね、もう やりたくないなって感じだったんですけどね、もう連日35度とか言ってたから、35は言ってないかな、33ぐらいかな。でこれ取ります。前回ここを取るって言ってて取れなかったんで、取れなかったんでね。で、まあ、この辺のやつ今回はこっちの面だ、この面だけをやろうと思ってまして、今これ取るんだけど、これもまあ後で使うかもしれないということで取っときのですね、ちょっと後ろでか、カーペットの余りを使ってこう平らにしたんですけど、それだとちょっとね、まあ音はねそんなに正直抑えられてないと思うんですよね。感じでね、あの高さ調整だけしてるんですよ。でもここって入ってるんだよね、このここはいいかな、これなんだっけ、よしよしよしって分かんないけど、ここはいいかな、一応なんか穴開けられるようにしたんだな。こっちは同じか、これなんか下に穴開ける取るようになってるのかな、ちょっとこの辺分かんないっす、すいません分かんないっすわ。このね金のねやつ、とりあえずやって、汚いから掃除します。